しいな。クエ釣ったらすごいでしょ。クエとチヌ、チヌ釣りたい、全部釣りたい全部釣りたい、ブリも釣りたい。私イカが釣りたい。ウミティは、ウミコは、ウミコはイカが釣りたい。イカ専門にする。イカ専門になるわイカ釣り師になるわ100円駅つけたよ。2匹もいるよ、イカちゃんが。あー、墨出した。やばい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 、イカ釣れた、イカ釣れた。2804代目のなんとかですって書いてあった。カウントされてる、うん、3が4に行き合って変わった数字が。到着した、これめちゃくちゃ贅沢に場所が作れるってこと。透き通ってる。さ、運動会っぽい。出航。人でめっちゃ静か。湖みたい。あ、クラゲがいる。クラゲクラゲ。ほわーんって浮いてる。綺麗。ネギを投げてみます。イカいるかな？ネギ。でこい。流れあるね。なんかエギもめっちゃ流されてる、こっち側に。岸寄りの方にちょっと移動してみます。リンゴ。水はめっちゃあったかい。あ、冬みたいなとか。今魚飛んでたよね、海上。うん。今なんかに割れて、イワシの群れかなんかわからんけど、ブブブブって。いるところにはいるんだな。魚が、魚の気配がありました。リンゴ食べてる場合じゃない。ん？お、魚だった。うお、ねえねえ、釣れた。海藻かと思ったらアジだった。やった、やりました。30ぐらいあるアジ。うわ、嬉しい嬉しい。え、マジ？巻いてあげてやばい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 、イカ釣れた、イカ釣れた。あー、初めてイカ釣れたってか、炭ぶっかけられた。すごくない？これ釣れてしまった。絶対海藻だと思ってね、巻いてたらイカやった。だから巻き上げてる時の映像が撮れてない。イカ釣れた、イカ釣れた。やばくね、これ。イカやばいね。いたね、本当に。すごいすごいね。見て、俺もアジでかくない？すごいよね、すごいすごい。おめでとう、本当におめでとう。すごい。なんか頭のこの間をこの辺にぶっ刺してた。あ、ごめんなさいごめんなさい。あ、目と目の間ら辺だったと思う。うわ、墨が出た。墨入れても、あ、墨洗えばいいか。おお、やった、すごいすごい。やった、やばいんやけど。やばいやばい。イカ釣り師って名乗ってもいいですか、これ。いいです、いいです。炭って取れないの、これ。炭マジで取れんくない、これ。これね、これ全然取れてないけど、一生懸命洗った後だからね。それやるしかないな。
あ、クソ取れ、イエソ取れてなかったし。またイカ来た。やった。やった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 。イカに引き目来たんですけど、これ。すげえ、この辺いるんだな。かわいいイカ、このイカはなんかちょっと黄金色してない？綺麗。黄金色してる。いらっしゃい。駅の動かし方がよく分かってなくて適当に動かしてたけど、なんかそれでも良かったみたい。撮ってると来ないな。いやばい、イカ釣れちゃったよ。イカ信じられん。なんか全然手応えがなくて、もう今日も釣れないのか、今日も坊主かって思ったら、イカが釣れてしまいました。帰ってきた。あ、なんかちっちゃい魚もいる。めっちゃちっちゃい小魚。すごいな。アジもでかいし、イカも結構でかいぞ。サップが炭で黒くなってる。やばいよねこれ。やばい。取れんのかな。どのエギ？これ？あ、そうそう、これこれ。ずっとこれ？ずっとこれ。百均？この前一緒に買ったやつ。あ、タックルビルか。イカちゃん、うわ、でん、これ炭のやつ。そう、炭が破れてしまったから結構。海持ってくか、これ。海でやった。てか海でやったらいいんだよ。うん、炭やば。お、なんかまだ模様がさ、ピロピロしてるよね。黒いのがピロピロしてる。うん、すごいすごい。何これ。炭まみれ。炭まみれ。本当にこの炭を破らないように気をつけましょうということだね。これこれこれが肝だ。もうここのから切っちゃおう。あ、目玉でかっ。すごいよね。ちょっと一旦さ張り付いて、張り付きとかいろいろすごい。ちょっとやばい、イカ墨にやられまくってる。皮をですね取ります。薄皮を。すごい、まだピロピロしてるよ。ほら映ってるかな。イカが切れた。なんか透き通ってる。昨日の産直でゲットしたカブのね、間引きしたやつ。ちょんちょんちょん。トマトですね。イカスミがめっちゃ爪に入って黒くなってるんだけど、取れんのかな。ニンニクも切ります。みじん切りで。ニンニク切ります。かなり粗いけど OK。たまにイカ師匠って呼ぶわ。釣ったことないんやったね。あ、そうやったね。うん、イカね、釣ったことないんですよ、僕が。パスタを茹でる用のお湯にはですね、塩を一つまみぐらい入れます。パスタを茹でます。さ、オリーブオイル温めて、パスタの方も気にしつつ、ニンニク炒めます。ニンニクの香りが出たところで、今朝釣れたばかりの、うん、新鮮なイカを。あー、まだ透き通ってるんだけど、イカ。うん、絶対うまい。やばいよ。夜さ、刺身食う。あ、夜刺身食べよう。私、肝焼きに作りたいな、イカの肝焼き。これ、透き通った肝残してる。あ、残してある。
いや、これ釣りたかったんだよ、このイカがね。正直言って、うん、思ったより早くこれが実現した。あの、私も正直、あの、びっくりしてる。まだまだ全然先だと思ってたんだよ。イカが釣れるの。エギ練習ちょっとしましたぐらいの感じだったから、いきなりなんか、釣りまで来てるのに、マジで。衝撃だったわけ。衝撃。急に、いきなりも天井日でした、あんた。見て、この、透明感。やばくない？てかさ、大量だね、に食べるみたいな、それだけ。多い。この野菜類ね。うんうん、で、ゲット。あ、なんかもうイタリア国旗のよう。板の白と、赤白。緑と、このトマトの赤で。イタリアン、塩をね、パパッとね、胡椒をね、入れて、ドライバージェル。シャカウテーシ。オッケー、麺もいい感じになってきた。これさ、大盛り、大盛り。いいよ、いいよ。もはやあんまり混ぜられない。オッケー、盛り付けましょう。さっきまで泳いでたイカだよ、これ。すごくない？いえ。次イカだ。なんかさ、今日朝早く起きてさ、さっこいでさ、ね、そう、手元がね、手元がブレてます。おぼつかないからやばい。俺もアオリイカ食べるの初めてかも。ね、なんかアオリイカって私食べたことない。いやー。スーパーに売ってないよね。売ってない。うん、食べよう。美味しそう。釣ったイカでイカパスタ。やばい。いただきます。美しい。いただきます。パリパリや。うまっ。うん、うまい。これが新鮮なイカの歯応え。甘い。甘い。感無量とはこのことです。うん、待ちわびた。超嬉しい。イカを釣って食べる。うん、いや、イカ好きなんだよね。そうだよね。うん。昔スーパーで丸ごと買ってきてさ、さばいて食ってたもん、ね。さばいて食べてた。いろいろできるもんね。なんだっけ、肝焼きでしょ。うんうん。パスタでしょ。パスタも美味しいし、あとイカ飯とかも好きなの私。はいはい。イカの頭の三角のところに。イカに頭米突っ込む。イカに頭突っ込む。イカに米突っ込む。そうそう。イカに米突っ込んで炊くと美味しいよ。へえ、うまい。あー、うめえ。あー、手が黒い。海藻釣れたんだなと思って、うん、あげてたらなんかぬーってイカが出てきてから絶叫してたよね。うん、イカのあげ方が分かんなすぎて、なんかさ、しばらくチューブラリになってたように見えた。チューブラリになってた。早くあげてって。多分なんか私巻きすぎて近くなりすぎてもうどうにもならなくなってた。あー、分かる分かる分かる。コリッコリしてんのがすごい。あと甘みがすごいね。うん、しばらく噛んでると。イカの釣り方教えてください。イカの釣り方教えていただきたい。そっかそっか、釣ったことないもんね。そうそう。このなりだ、うん。ポチャンって投げる？ポチャンって投げて。ポチャンって投げて。沈むまでかなり待つ。かなり待つ。うん、で、もういいやろっていうところで。ちょんちょん。ちょん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 ってやる。はいはいはい。ちょんちょんちょんってやってそのまま沈めてた。ああ、なるほどね。でちょんってやろうとしたら、え、なんか重いんだけどって思って巻いてたら、ぬーんでって引いてくる。ぴゃんぽちゃんって投げて、ちょんちょんってやったら釣れたってことだね。そう。ごちそうさまです。そのまま。最高にうまいパスタでした。美味しかった。なんかこれを食べてやっと復活してきた。さっきまでちょっとね、さっき寝不足と疲労で、ね、疲れ、注意散漫、手元が狂ってた。いろいろやばかったわ、これは17センチぐらいかな。さっきのやつが20センチあったの、うんうん、で、あ、でも綺麗に取れるね。お、すごいすごい、すげえ。あ、見てほら、こんな、あ、あ、取れた、めっちゃ取れてる。ほら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 、今まさにそれをやろうとしました。私、千代鶴さんの地元の野菜と魚とイカを食べる食す第一部こをあげた海子さん。部こべけ部こはお疲れ様です。
うまい。こそこれうまいんです。大金星をあげた日の酒はうまいね。最高ですよ。俺第二部校だから。第二部校。髪切ってさ、もう下両手にしか見えなくなっちゃった。別に意識して切ったわけじゃない、ね。じゃない。今日釣れたイカちゃんのね、肝を使って肝焼きを作りますよ。肝を取得しなきゃいけない。肝を取得。取得した。肝を取得する。よし、オッケー、肝が取れた。エンペラって言って私知らなかったんだけど、このエンペラの部分をね、肝と一緒に焼いて食べようかなと。ここの薄皮だけは剥がそう。うん、引っ張るとピョロッと取れます。食べやすい大きさに切ります。まな板もめっちゃ黒いし、勲章勲章。フライパンにオリーブオイルを温めます。先ほどのエンペラをね、入れて炒めていきます。あー、めっちゃ綺麗。もうこれだけでうまそうやもんね。あ、うまそうって、いい匂いする。めっちゃいい匂いする。そこに肝をぶっ込むと。そうです、この薄皮を破ってぶっ込むので、肝をぶっ込む、薄皮を破って肝をぶっ込む、はいはいはい、でこの肝とね、こう絡めながら炒めて、醤油をちょろって入れるだけ。あ、火を止めちゃって、うまそう。これ超簡単、超簡単でしょこれ。だけどめちゃくちゃうまいから、これ最高のおつまみです。これでさ、出来たて味見しようよ。アジのあら汁もいい感じだぞ。いい感じだぞ。アジをね、刺身にしちゃいますよ。こちらがもう切り落とし済みの頭。かわいい。でかい。頭抜きで20センチ以上あるもん。すごいね。正確に離れる。多分ね、40センチある。今まで釣ったアジの中で一番でかい気がする。アジ、おお、これ嬉しいね。うん、アジ、アジ一匹からこんなに身が取れる。すごい。シュ。何であるのかな。出ていけるね、アジはね。できた。オッケー、ヒガさん登場。これさばき技術もちょっと向上させていきたいな。あー、透き通ってる。オッケー、で見て、これ今日道の駅でゲットした。あ、どう、エビセンみたいな、エビセンじゃない、あのポテチみたいな。これ天然物だったよ、青さ。こんな青いの超綺麗。これ入れよう、うん、刺身もできた。絶対うまいと思う。すごいね。芋焼き、うん、刺身、刺身、あら汁。ちょっとどれからいく。じゃあ俺肝焼きいっちゃおうかな。いただきます。超シンプルだけど外さないおつまみ。これね、やばい。待って、私も行く。うますぎ、うますぎ、マジでうまい。うますぎです。あ、やばい、うん、うま。これは大変なこと。これは大変なことです。いつものね、ごとくね、うんうん、直掛けスタイルで行くよ。しよう。醤油直掛けスタイル。もうこれもね、慣れたもんですよ、うん。いただきます。いや、やっぱ私このイカから食べたい。初めて釣ったイカ。うんうん、私も。あ、甘い、めっちゃ甘い。うーん、はー、アジも言ってよろしいでしょうか、うんうん、こちらがアジでございます。うん、ちょっと異次元に来たね、これ。うわ、アジもめっちゃうまい。極み、極み、一つ一つは極まってる。なんか汚れてるし、何してるんですか。いいこと思いついた。アジイカ丼作った。ミニアジイカ丼。うまそう。う
っぱアジはうまいね。イカなんかめっちゃそのイカくっついてたんやけど、そう連なってたからもう乗せたそのもの。失礼超贅沢な食べ方よあ幸せ。サラダ忘れてたんだけど、あサラダもねビタミン不足になるからね。あら汁な、あら汁、あうまっ。この地元産の青さ食べてみる。うん、能登島さんの、あうま。俺もちょっと飲んでみよう。これあーお上品。あこれたまらんな、うん、原産地紹介が、原産地紹介、あ行きましょう行きましょう。この方は富山県出身、うん、富山県青さ能登島、能登、うん、島出身。このアジこれとこれね、これ能登島、うんうん、イカね、イカさん、うん、肝も含めて全てこれ能登島出身、はい、お米は富山さん、うん、富山さん。以上になります。食材に感謝、感謝してます。なんか手が汚れて、ありがとうございます。もう一個一個が美味しすぎてね、もう次行くと忘れちゃうんだけど、これがね相当うまい。肝焼きはマジでおすすめだわ、ね、個人的にはねこれが一番好きかもしれない、うん、これで米何杯もいけるもんだよ。あそうそう、ご飯にも合うよね。そうなんだよ。2杯目はねスペシャル海鮮丼ができた、アジさんがいて、うんうん、上にイカの刺身と肝焼きが入ってる。これ素晴らしい、これは秀逸な海鮮丼ができましたよ。ごちそうさまでした。あの過去最高の車中飯だったかもしれないこれ。最高、うん、過去最高を更新してしまった。はい、先日能登島でゲットしたイカのゲソが残ってるんで、これを使って料理していこうと思います。このイカのね吸盤のところに爪みたいなのがついてるんで、それ水で流しながらこうやってこすってあげるとですね取れるので、すいませんちょっともうやっちゃった後なんですけど、そうすると取れます。出やすい大きさに切ります。長ネギ、ピーマン、キャベツ、ニンニク、あ、言い忘れてましたけど、このニンニクは岐阜のわらさん、ネギとピーマンが富山の産直で買ったものです。春雨を使ってですね、韓国料理のチャプチェっぽいものを作ってみようと思うので、まずこの春雨をね入れます。おーっと、麺柔らかくなったので火からおろして水を切ります。よっ、フライパンにごま油を温めます。ニンニク炒めます。ニンニクの香りが出たところでゲソをね入れます。イカの香りで、イカにある程度火が通ったところでネギ、ネギがちょっと透き通ってきたかなってところで残りのキャベツとピーマンも入れます。あ、キャベツだ。全体に火が通ってきましたので、塩、コショウ、 OK。 ここでちょっと真ん中にですね春雨をですね入れます。ごま油をちょっとかけてね、麺をほぐしてあげると、最後に仕上げの味付け的な感じで岐阜県の産直でゲットしたたまり醤油ちょろっと、あ結構入っちゃった毎回入れすぎてしまう。これを入れて最後混ぜて完成です。イカチャプチェ完成。だいたいいつも豚肉と野菜で作ってるんだけど、イカでやっても美味しいかなと思ってやってみました。いただきます。あれ
達夫がこんなものを出してきたぞ。イカを食えると聞きまして、乾杯。いただきます。イカ、あ、うま。やっぱイカうま。うん、ちょっと冷蔵庫で熟成されたからね。うんうん、旨味が増してるんだよ。いただきます。これ海子が釣ったイカだから。うん、ただ釣った分はもうこれでおしまいなので、うん、完全に食べきった。またイカ釣らないと。そう、またまたこれが食べたいって。買っちゃダメでしょ、だってもはやイカは釣るもんだから。うん、俺が魚買いたくないのと一緒でさ。そこまでは、うん、だけどでもね、やっぱね違った。違うじゃん、だって、うん、買ったやつ、やっぱ格別だなっていうのは全然、それはねよくわかる。いやだってね、これ生きてたからね。うん、うまっ。Let's go.